大人同士のガチンコトーク、大竹紳士、こういう録、引き続きこの二人の登場です。どうぞ。ラバガールです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。声ガサガサじゃないちょっと、下向いた時にお前綺麗な声の時ってあったかな。あるんですよ、絶好調もあるんですよ。本当なんかガサガサしか聞いてないんですけどね。はい、ケイタル君、この時間はどうすればいいんですか。じゃあの約束ということで、テーマをね、話をラバーガールさんにも約束のお話を、はい、してもらえたら嬉しいなと。そんな感じで行ったれ行ったれ約束ね。約束で話なんかあるかい。いや、子供が、ね、今1歳9ヶ月 で、はいはい、で保育園に今通ってるんですけど、はいはい、保育園から帰ってきたら、まずお風呂に入れたいんですよ。あ、なんで。あの、まず手を洗わせたいんですけど、手を洗うの嫌がるから、はい、うん、もうそれめんどくさいから、もう風呂入れた方が早いから、なるほど、はい、もう、もうお風呂入ろうって言うと、もう今絶賛イヤイヤ期なんで、なんなんって言うんですよ。なんなん、なんなん、何人だお前嫁何人、なんなんって言うんですよ。で、あの、今も靴を履くのが大好きで、家着いたらもう玄関で、いろんな靴を履きたいんですよ。なるほど。でも、赤い靴、ちょっとおかしな子なんてことあるんですか。元気な可愛い子ですよ。だってそんな靴履いてたら、靴履くのにハマってんですよ。普通は履いてたら靴、子供は脱ぎたいだろう。だって靴履きたいらしいんですよね。履きたい子はあんまりいないんじゃないの。だってで自分の靴が何種類かあるから、赤とか茶色とか、ピンクとか、はい、自分の靴を、それは大人の靴履いてるお父さんの靴履かないだろう。一通り履きたいんですよ。それ10分15分やられるから、じゃ あのお風呂入ろうって言うと、なんなんって言うから、じゃあお風呂入った後、牛乳飲もうって言うと、牛乳好きだから、はいって言うんですよ、はいはい、で一旦おとなしくなってお風呂入れて、で、よし、じゃあ牛乳飲みにリビング行こうって言うと、あの、また玄関の方行って靴を履き出すんですよ。約束したじゃんって僕毎回言うんですけど、なんなんって言うんですよ。なんで、不思議。いや、どっか外出たいのかな。あ、外出たいのかもしれないですね。靴履いて、いや、そう、いや、そうとも思えないな。靴だけ、まあ、靴は履きたいっていうのと外出たいのとあんまりなんか連動してない感じがするけど、外出たい子なの？そういう子じゃん。外、まあ、外出るのも好きですけど、まあ、保育園に毎朝行く時も抱っこで行くから別に靴履く必要ないんですけど、靴履かないと絶対行かないですよね。何足ぐらい靴持ってるんだよ。5足ぐらい。5足ぐらい、はい、武田砂鉄さん、この間まで1足しか持ってないこの番組で俺らに言われてもうしょうがなくて、もうやっと、だってまあそこに穴の開いた草履ずっと入ってたんだから。あったかい砂鉄さん、砂鉄さんがちょっと1足ぐらい分けてあげようかな、うちの子のやつ。本当だよな。それはあの、な、履いたら靴がキュッキュッなったりするようなやつ。いや、まあ、そういうのは今流行ってないの。そういうの、あ、どうなんですかね。あんまりないの。ラメちょっとキラキラがついたやつとかは好きですね。あ、綺麗な靴が好きなの、はい、うん、靴履いたまま風呂入れるやつ。靴も好きなんだろうお前は。いや、それはそれでノーノーって言われる。なんでだよ、靴履いて風呂入って風呂で牛乳飲もうって言えばいいじゃん。全部一緒に、全部一緒に靴に牛乳入れて飲ませる。何それでもノンノンって可愛いですね。誰から覚えたんだろう。お母さんに決まってる。お母さんのネタもってノンノンとかなんか言ってたから、ちっちゃい頃。可愛い。なんで英語なんだろう、ね、なんでだろう。まあ、でもやだよりなんかちょっと和む感じはしますね。そうだね。ああそうだね。ああまあでもそういう時期もあって、はい、あれだよね。まあ、すぐまた子供はどんどん変わっていくからね。うん、そうですね。もうあれでそのうちにあの裸足がいいって言い出すかもしれない。わかんない。もう本当に怖いです。いつ、あのお父さん気持ち悪いって言われるか。まだ言ってないの。まだ言って、まだ言って大丈夫です。まだ言ってない。おかしいな。おかしいな。まだ大丈夫。一回お父さんと靴とどっちが好きって聞いて。靴。靴って言い出しちゃう多分。はい、じゃあメール見ましょうかね、はい、お願いします。こちら秋島の着ぐるみさんです、うん、甥っ子が
小学校に上がった頃、自宅で一人になるときに、うん、誰が来てもドアの鍵を開けちゃダメだよと言うと、うん、分かった、大丈夫と約束をしていたんです。うん、まあ、防犯上ね、多分ね、開けちゃダメよ、うん、うん、大丈夫と約束していたんですが、うん、ある日、試しにチャイムを鳴らしてみたら、うん、はーいと元気よく答えて鍵とドアを開けてくれました。約束してたのに言うと言うと、えへへと笑ってごまかしていました。かわいい。かわいい。かわいい。まあ、マグチの人に誰でも誰でも迎え入れるタイプの、うん、まだでもあれで多分それはあの世の中に悪人はいないと思ってるっていう、はい、あ、まあ、まあ、もっと言えばまあいい育て方してるんじゃないのかなと、うん、その代わり泥棒入り放題っていう、そうね、気をつけないとね、でも大人も怖いですよね、なんかこの前ピンポンってなって、うん、そのインターホン出たら、うん、そのあるその配送業者の名前を言いかけて、うん、あ、違うこっちだって違う配送業者の名前言って、うん、めちゃくちゃ怖いじゃないですか、それ向こうが把握してないってことやもんね、で、まあ、開けたら普通に荷物だったんですけど、うん、なんか調べたら今、うん、一人の業者さんがまあフリーみたいな感じで、いろんな業者のやつを配達してるから言い間違えちゃったらしいんですけど、でも間違われるとめっちゃ怖いなと思って、うんうん、なるほど、はい、この間ギースが来てさ、はい、その話はラジオでしなかったんだけど、はい、なんか日常で面白く変わったことあるみたいな話にさ、小学生がベランダに、よそのうちの小学生が生徒がうちのベランダに住んでますって書いてあったんだよ、俺もさ、もうそれ怖くていじるのやめてそんな話でこう笑えるわけねえじゃねえかと思ってさ、うん、聞いたらやっぱしなんか、まあ、何があったか、それでなんかその子に対する扱いもなんかこう技術の高さだけ、あ、まあ、なんかこううまくこうコミュニケートしてない感じがちょっと漂ってて、もう聞かずに黙ってずっと終わったよ、その話は。そうですか、はい、富永さんも約束っていう、はい、うん、僕もオーダーが来てますけど、うん、僕も、あ、でもうちの、うん、うち子供で言うともう全然寝ないですね、うん、寝なくて、うん、あのずっと YouTube 見てるんですよ、うん、でも、あ、今の子だね、はい、で、うん、ショートっていう1分ぐらいの動画をずっと見てて、うんうん、俺と同じで大竹さんと一緒ですか、うん、であと1個にしなさいって言っても、うんうん、ごまかすんですよね、うん、さっきと違うやつ見てない、うん、いや、あ、もうあと1個だからみたいなごまかして、うん、でやめさせるんですけど、うん、そしたら、あれパパ今日、うん、あのプロ野球でベイスターズ、うん、まあ、僕ベイスターズ好きなんで、うん、ベイスターズ勝ったから、うん、あの、うん、報道ステーションの野球コーナー見てから寝ようよって言われると僕も見たいから、うんうん、じゃあそれ見たら終わりねって言って、うんうんうん、10時50何分とか見て、はいはいはい、じゃあ寝ようって布団行ったら、うん、パパあのプロ野球ニュースも見たいよねって言ってでそれ11時とかなんですけどじゃあもういいよベイスターズの試合やったら寝ようねって言ったら、うんうんうん、まあ、その日はたまたまパリーグからの試合で、はい、でベイスターズ戦11時半とかになったりとかするんで、うんうんうん、まあ、そこまで見て寝るみたいな感じで、うんうん、親も悪いんですけど、うんうん、ちょっと親の弱いとこついて寝ないようにするっていうのがありますね。親父たち野球みんな好きだからね、なんかベイスターズファンなんだ。僕ベイスターズファンで。ベイスターズって今何位なの？今4位とかかな、あの5位タイをちょっと1個抜けたかぐらいだと思います、うんうん、はい、あのベイスターズと、はい、ベイスターズって何、横浜？横浜です、はい、横ベスターズと中日の違いが俺ちょっと分かんないけどどっちも青にして、あれだって、はい、まあ、横浜太陽だろ昔、太陽ホエールズ、太陽にしとけや、はい、親会社変わった、違いますか、もうさ、名前つて似たようなもう服着やがってるどっちがどっちなんだろう親近感は湧きます、ね、渡来はどっちにいるんだろう、渡来はベイスターズ、渡来知ってる、渡来知ってる、渡来はベイスターズ、ベイスターズから中日に移籍とかするともうわけわかんないですね、そうだよね、細川とか言ってたりするんですけどわ、はい、かんない、はい、今中日が今成績いいの、中日は、うん、そうですね、スタートダッシュよくてちょっと落ちてきたかなっていう感じですね、うんうん、今1位どこだよ、今阪神ですね、阪神か、阪神が1位でたまに、阪神出だしで失敗したんじゃないの、いや、そこから今すごいめちゃくちゃ強いです、あ、そうなん、貯金独占みたいな、ね、はい、そうです、そうです、うん、あ、そうなんだ、はい、ヤクルトは、ヤクルトはちょっと今最下位かな、うん、最下位、あ、確か、うん、確か最下位、昨日勝っ
ったからもしかしたら5位とか6位とかですね、うんうん、こんなに、はい、こんなに野球のこと聞かれると思ってなかったでしょ、ねはい、順位結構変わるから順位結構変わるから、はい、間違えるようにするとめっちゃ怖いですね。いやいや間違えてもいいんだけど別に適当で構わないんだけどね、はいはい、なんか試験されてる巨人はない巨人はないかな全部変わるからねでも男の人って野球のニュースとか見てたら本当子供も分かってんじゃない、うんはい、機嫌がいいっていうのも ね、 お父さん機嫌いいわ、はい、野球見てたらオリオールズはオリオールズは知らないから、まあ、年中あれだよ、はい、ひっくり返って野球見てるからだよお前がそうですね、まあはい、そのもう影響がちゃんと、ね、弱みをちゃんとつくようになってるんだよね。はいはいはい、そしてメールご紹介します、うんはい、つくば市のつくつぐみさんです、うん、学生の時に同窓会がありその同窓会がめちゃくちゃ盛り上がり、うん、来週もみんなで集まろうと約束しました、うんうん、当日成り行きで幹事になった私が会場の居酒屋に行ったら、うん、数人の子以外ほとんど誰も来ませんでした、うんうん、当時携帯電話もなかったので他の人に連絡することもできず、うん、予約した席の分のお通し代金を、うん私が払って帰りました、うん、酔っ払いの約束は当てにしてはいけません、うん、悲しい思い出だ悲しいお通し代ってまあまあ取られますよね、はい、私あの前にもうみんなであの お酒の席で盛り上がっていろんな人がいたミュージシャンとかその中にあのポルノグラフィティのあのハルイちゃんがハルイチさんがいて、うんうんはい、でいろんな人いてみんな近くに美味しいカレー屋さんあるってなって話、うんうん、でじゃあ明日行こうよってなって、うんうん、いや行こう行こうって明日じゃあ何時集合ねって言って、うんうんうん、で私とかあの私のお店で働いている73歳のもうおばあちゃんの愛子ちゃんっているんですよ、うんうんうん、でその人とかもいっぱいいた中でそこにきっちり約束守ってカレーショップに来たのが、うんうん、私とハルイちゃんとその愛子ちゃんっておばあちゃんと、うん、だからお姉とおばあちゃんと一緒にハルイちゃんみんな来ないのみたいな顔してカレーを食べましたね昼なんかあの時のねその時ってもうテンション上がってるから盛り上がね明日も行こうよとかマスター集まろうってなっちゃうもんね、うんうんうん、お姉とおばあ今の話は同窓会のお話だった今のメールは同窓会同窓会やけどまたね、うん、集まろうって気持ちになっちゃうっていう ね、 そうね、そう俺のとこはあれで同窓会がやっぱりねなんか年中やってるらしいのね、うん、俺は行かないんだけど、うんまあ、近頃は、まあ、この年になるとあれが死んだと、うん、なこれが死んだと、うん、あいつも死んだと、うん、ああ死んだ死んだ死んだって、うんまあ、そういう話で盛り上がってるらしいね、うん、盛り上がる、うんうんね、みんな、うん、みんなもう、うん、もう結構、うんうん、友達の昔彼女だった子が死んじゃったとか、ねうん、好きだった子が、うん、好きだった子が死んじゃったとかも、うん、そんな話で、うん、世代でそういうのあるのかもね、うん、いやだから、まあ、この年になるとやっぱもうねそんな残ってる私も行ったんですよ、うん、何やもうあの同窓会、うん、前はもう全然変わってるじゃないだっていやだからもう私が一番変わってたんですけど、うん、それはそうだおいしいって言われるけどでもその時にあのいろんな、うん、あの友達元気、うん、とか言って一、うん、人だけなんかね、うん、あのあそういえばあいつなんか偽札を吸ってニュースで捕まったなとかいう、うん、みたいなちょっと衝撃のって話になってちょっとそんなみたいなもうその話で持ちきりになっちゃっていやちょっといろんなだから突然といろんな人がいたんだなみたいなそうまあ一番変わってたのは私でしたけどねやっぱりねまあね、まあ、日生雑もすごいけどね本当に怖いなと思いましたはいはいそうお時間になりましたはい、うんはい、ねあっという間ですけどねこのお二人が来てくれたんだから、はい、そうですよねありがとうございました、はい、今日はですね、うん、大竹紳士小遊録に、はい、ラバーガールズのお二人でしたありがとうございますずつかずつかラバーガールズのお二人でした、はい、明日は経済学者の金子勝さんですすいませんねみんな適当でどうもありがとうございましたまたお願いします